ルルルスと森進です。皆さんおはようございます。はい、やってまいりました、ウルトラマンファイティングエボリューションゼロの時間です。ですね、前回はこの気になるところで終わったと思うんですけども、僕も気になってたので早速始めていきます。ははと、あ、父さんがウルトラの父がやられている、なんてことだ。シュワッへぇー、これはどうした、何があったんだ。ウルトラマンシュッて、あれ来なかった。授業説明した、そんなことがあったとは。スッて入ってくる、これな、ブロンズ化したのはヒッポリトと同じやり口のようです。何もかゾフィーに化けていたに違いない。あ、やべ、飛ばしちゃった。そうに違いありません。そんな真似をでもしなければウルトラの父がやられるはずがありません。いや、もうホイポリト、おお、入れ替わった。何者かが化けていたとしても、それはでは本物のゾフィー兄様テンション高い。メディカルルームに行ってみましょう。はい、ちょっと声が低いね、今日はね。ゾフィーがゾフィーが、アンセチルゾフィーがいなくなりました。なんてこった。ヒッポリト星人を倒し宇宙に平和が戻るはずが、ウルトラの父はやられ、ゾフィーにもさらわれた。こうなった以上、ヒッポリト星人が黒幕だという考えを捨てるべきでしょうね。そのヒッポリト星人さえも計画の一部に過ぎないというのか。なんてこった。確かに、まあ前回の感じではそんな感じはしたけどね。とにかくゾフィー兄さんを早く助けなければ。しかし手がかりは何もない。宇宙は広いのだ。まさか怪しいところを片っ端から調べるわけにもいかん。確かにな、何億光年、もうな、広い、無限だからな。父から何か見たもの、父なら何か見たかもしれませんが。父も完全に力を抜かれ、今ブロンズ化を直すとかえって危険な状態だ。マジか。あ、しかし気づくとしてはいられません。落ち着け。我々が今すべきことは暴れる怪獣を倒していくことだ。ここです。焦って行動を取ったのは敵の思うつもり。まさにその通りですよ。はいはい、バキシムが現れたと報告があった。今すぐバキシムを倒すで地球へ向かうぞ。地球って大変だよね、ほんと。現れた、100体。やばくね。本調子だね、これお前に渡す。あ、ウルトラコンバーター。エネルギーの心配はなくなり、一気に片付ける。おー、すげえ。じゃあ100連とかが戦うのかな。あ、倒した。100体倒したな、多分これが。うーわー、こいつ何のキャラ、どこで出てくるやつだっけ。僕ね、あんまりそう見てはいない。5体を倒せ、分かったよ。5体ね、楽勝だな。まあ僕のハメ術にくらいかやればね。あ、これ余裕じゃね、これ。あ、だだだだだ、やべやべやべ、これ余裕でしょ。あ、これ、あ、これ、あ、こうやって戦うんだね。オッケーオッケー、分かった。これや、楽勝。あ、これもうあれじゃね、ハメじゃね、これハメ楽勝だぜ。これ動画的にひどいけどね、効率を考えて私はこうやって戦います。すいません皆さん、すいません皆さん。え、痛い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 。よっ、あ、もうちょ、あ、お前、あ、そうやって僕のハメをさ、そうやってさ回避していくんだね。ひどいひどい。まあ見てなって、僕のこのね、ひどいハメをね。いや、あ、やばいやばい。すっ、あ、いただだ、キャンセルされた、だと思ったけど、え、ちょ、痛い、ダメージ蓄積されていくのね。了解です。オッケー、今のうまーい。あと2体か、まあ余裕だな。5分以内に、5分までには倒したいね、これね。よし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 。で、これで、掴みたかったのに。ガードしてるやつに、ああ、痛い。ちょ待って、ちょ、あ、ちょ、やばい、緑ゲージよりね、下には行きたかった。うわー、すっ、これでよーし、完璧。あと1体、ラストのやつだけなんか強くなりそうな気もするけど、これで当たるんじゃない。あー、いいね、置き様を。でもスッって受けられるよね。おし、おし、オッケー、完璧。あー、もうひどい。あーあああ、やばい。でもこれでも完璧よ。オッケー、必殺技つえ。よし、これで倒したね。そう、次の敵はどこだ。あ、もういないか。つかさ、本当にさ、ドラゴンボールみたいにさ、あれ、ああ、オッケー、助けに行くのね。オッケー、あの、ドラゴンボールみたいに空中で戦えばいいのね。あ、はあ、エース雑魚。え、レッドキングとエルキングとブラックキングの、あ、こいつらって強化されてんだ。あ、あの3体の力が入り込んでるわけね。
オッケーオッケー、まあ任せなって。敵にやばい、何、うわー、イベントかこれ、イベントだ、うん、絶対そうだよ、僕の失態ではない。いでて、う、あね、腕怪我しちゃった今。痛い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 、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、これ負けイベントだろ絶対。ここで勝ったらかっこいい。うわっ、うわっ、ダメージでっか。ここで立ち上がったところに向かって、オッケー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 、おい、いいね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 、そして掴む掴む、オッケー、完璧完璧。この卑怯な戦いを私は目指しているのですよ。ちょっと絵が今のおかしかったな。そして置き様をスッって受けられるよね、知ってた。オッケーオッケーオッケー、あ、ちょ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 、あ、なんか、え、ちょ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 、この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 、もうちょっとさ、オッケーオッケー、いいよ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 、そして掴む、あ、掴めない掴めない、やばい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 、燃やされた、やばい、街灯すごいかっこいい、よし、オッケー、何が、何言ってんだ僕は。いやーこいつは強えな、やっぱこれはもう勝たなきゃいけないイベントらしいね。バシーン、完璧。へへ、おい、おい、雑魚野郎、大丈夫か、他の兄弟助けに行くぞ。え、ここでむ、おドン、何をするんだ、エス。待てー、テンペラー星人、なんだっけ、こいつ。あ、わしが指揮するバキシム軍におびき寄せたのだからな。いい気のやつめ。では行くぞ。こいつ最初エースで出てきたやつでしょ。エースだっけ、わかんねえわ。今、にわか出したかもしれない。これ、敵、またさ、超強いパターンじゃん。え、なになになに、ライトセーバー。うーわ、イベント早く来てくれ。オッケーオッケーオッケー。でもこれで勝ったらかっこいいけどね、ほんといつも思うけど。さあ、ぐるん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 出して、ドーンと。オッケー、これで、これで勝ちたい。そんな時間ないんだろうけどね。多分ね、フルで戦っても、そんな時間なくなるように設定されてるんだと思うんだ、僕の予想だけど。オッケー、はめてるよ、はめてるよ。お、足りんだ。え、僕今完全に押してたよね、今。めっちゃ押してたよね。歯応えがゼロだ。ほー。確かに実戦経験は兄弟一だな。今の前を倒しても意味はない。そうだな。神戸沖で改めて、神戸なのね。日本限定なのね。わかります。それはわかります。はい。お、キャラクターバキシムが使えるようになりました。セーブ中ですか。はいはいはい。やはりエースは帰ってこないのか。ああ、ゾフィーと同じように入れ替わられてしまったようだな。今回現れたテンペラ星人がちょっと黒幕でしょうか。いや、それはどうだろうな。それはないな。確かにその考えは、でも、もっと、強いやつがいるんだよ、族みたいなね、ガイアでいう族みたいなね、本当に天使とか言って、ああいうやつみたいな感じのがいるんで、絶対スペシウム光線を取り戻さなければ勝ち目はないだろう。トレーニングで取り戻してみせる。みんな付き合ってくれ。分かった。うわー、俺の的になってくれって言ってるのもだ。うわー、また訓練かよ。じゃあちょっと訓練やりましょうかね。さーて、訓練か。あ、いいね、いいこと言う。へー、コンボか。行くよーん。トゥー、これだー。よし、さあ、私の戦い方もだいぶ伝わってですね、もう何も言うことはありませんよ。スペシウム光線の覚悟を完全に取り戻した。多くのトレーニングを通じてウルトラマンタロウのスピリッツを手に入れた。タロウのスピリッツを手に入れたの。きたー、さあ行くよ。ここまでは全部早送りをしてたと思うけど、テンペラと戦いますよ。スピリッツを手に入れたってどういうこと。きたな、ウルトラマン、なかなかいい度胸だ。では決闘を始めるとしよう。そっか、ここ神戸沖なんだね。うわ、水、いた、え、せきょ、せこい、せこい。卑怯とせこいが混ざって、せきょ、なんだ。敵、クソ強。それはひどいって。それはひどいよ。
それはね、ちょっとね、僕のそれはセコいよ、ちょっとセコいでしょう。オッケー、これ強い。あ、え、全然食らわない。いや、それはひどいって、それはひどいよ。え、これ何、僕勝たなきゃいけないの、この状況で、この状況で勝たなきゃいけないっていうの。ちょ待てって。オッケーオッケーオッケー、ちょっとさ、つらい、これはつらい。え、この状況で勝たなきゃいけないというのかい、この中で勝たなきゃいけないとは。まさか、私これちょっとつらいですよ。スペシウム光線当てれば勝てるんだろ、どうせそういう。うわ、燃やしてきた。これな、これ分かってるよ。ちょ待って、分かってる。いけ。ひどいひどい。ちょっと待って。今スペシウム光線打てたのに、もうはめるしかねえよ。あ、やばい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 。オッケー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 。いやー、ちょっとこれつらいよ。あ、終わった。あー、え、そういう感じ。マジで、これスペシウム光線打たなきゃやられるパターンらしいね。ほら、いけ。え、だからさ、きたーす、ブーン。そういう感じ。え、あ、ガード負荷、ガード負荷技。よしよしよし、当てろ。よしよしよし、バリアー。いけ。倒した。倒せない。全然倒せない。あと1分しかないのに。あぶねえ。でもバリアでも死ねえよこれ。あ、負けた。なんか喉痛いわ。一撃で死んだ。ウルトラ兄弟必殺光線みたいな。え、これ、あ、タイムアップ、これ、一番欲しかった。決めさせてくれ。よしよし、いけ。行ってくれ。待って。くそ。
時間ロス時間ロス。いけるいける、いや、まだ期待すんの。いけ、いってくれいってくれ、うわバリアされても、いってくれいってくれ、倒せ倒せ、はっはっはっ、やったやった、疲れた、50分かかった、もう疲れた、パワーアップしてくるわしを倒す、さすがだろ、ルトラ。はぁ、疲れた。疲れた。忘れかえったご褒美をくれてやる。ぐろー。どうでもいい。ゾフィー。おぉ、ゾフィー。テンペラー星人使えるなら整備中、はい。ゾフィーはまだ目を覚ましませんか。サビがさんのダメージ相当弱ってます。意識が踊るのがいつになるかも。そうですか。そうっすか。大変です。地球にゼットンが。出現したとの報告が入りました。あーよーし、ここは我々が行こう。はい、頑張れ頑張れ、行ってこい、バイバーイ。ウルトラマン、おボロボロな感じだな、ゾフィー。気がついたか、僕が助けてやったんだから、もうまだあまり話しちゃいけません。ババルー星人、バーバリア星人、ババルー星人だ。私に父を騙し討ちしたのはババルー星人だよ。そうだよ、そうだそうだ、レオってやったらババル、あいつが得意な変身能力で私たちを騙したのか。その通り、ヒッポリトの力とカプセルを奪えばエースに化けて我々を倒すつもりするか。あ、待って、地球に向かった時みんな斧です。
ゼットンが現れたのはこの辺りのはずが。ちょ、待って。一旦終わろう。じゃあ、ここで。ここで一旦今回終わろうか。あ、多分次回はゼットンとの戦闘だと思うので。疲れた。テンペラー星人強すぎ。マジ、何回やったのって感じだわ。いやー、もう本当に何分やったかって感じだったわ。さあ、じゃあ今回はね、こんな感じで、次回はこのゼットンがね、現れたのはこの辺りのはずだが、的なところからスタートしたいと思います。じゃあ皆さん、本当にお疲れ様でした。今回めっちゃなかったわ。1時間くらい撮ってたわ。疲れた。まあね、苦労する人はこんなもんじゃないんだろうけど、じゃあ今回はこんな感じで、次回お楽しみに。ありがとうございました。グッドバーイ。